土地原岩陰遺跡、土地原岩陰遺跡市、土地原岩陰遺跡は、長野県南作郡北愛域村で1965年に発見された縄文時代早期の岩陰遺跡である。所在地は北愛域村あざ東土地原上野団。1987年に国の史跡に指定された。1965年に、小清水敏夫と新村薫により発見。 新州大学医学部を中心とする発掘調査で、縄文時代早期の岩陰遺跡であることが判明した。土地原岩陰遺跡は、10体以上の縄文時代早期の人骨が出土したことで知られる。瓦家、石器、骨格器、食料にしたと思われる多数の動物の骨なども出土しており、縄文時代早期の遺食獣の研究に非常に多くの資料を提供している。 遺物の中で骨製の釣り針、縫い針の成功さは類を見ず、当時の人々の技術水準の高さを物語る。また、海から遠く離れたこの遺跡からサメの葉の加工品や宝貝類も出土している。これらの遺物の多くは、出土人骨から復元された愛奇人の頭部復元模型などと共に北愛奇、村高校博物館に展示されている。なお、この遺跡からは、 子供の二体が発見された。葉の状況から3歳と5歳と推定された。調査の結果、露片で装飾具をつけ、無垢の実を食べていたところ、突如、天井岩が落下し、その下敷きになり死亡したことが判明。また子供に対し、カタツムジの殻が備えるように置かれていたことも分かった。この落盤落下は、公式に認められた。 日本初の災害事故として学会に報告された。ありがとうございます。